皆さんこんにちは私一般財団法人日本開示協会デジタルトランスフォーメーションセンターの佐々木と申します日本開示協会は従来の請求業務に加えて開示・海洋ビジネスの持続的な進化へのより一層の貢献を行うため革新技術を対象とした新たな認証サービスイノベーションエンドースメントを開始いたします 本日はこのイノベーションエンドースメントの概要についてご紹介させていただきますイノベーションエンドースメントに関しては2020年7月にプレスリリースもさせていただきましたのですでにご覧になられた方もおられるかと思います本日はイノベーションエンドースメントの背景と目的またイノベーションエンドースメントの構成を含めた各サービスの概要についてお話しさせていただきますまず イノベーションエンドースメントの背景と目的を紹介いたします。2020年2月に各種調査に基づいて検討いたしました2030年頃のデジタル社会の将来像の仮説に基づいて日本海事協会が業界に提供すべきサービスや役割を表したララス NK デデジタルグンンドデザインを公表いたしておりますその中で3つのビジネスの柱といたしまして高度な検査 先進的なビジネス環境の整備第三者認証・評価・格付けが挙げられておりましたイノベーション・エンドースメントはこの第三者認証・評価に関する取り組みの一環となります情報技術の発達により開示分野でも船舶からのデータを共有・活用する試みがすでに始まっており多くの革新的な技術が生まれています ここれれららの革新的な技術及びこれらを適用した船舶に対して認証をを求める声をいただいておりました。これらのイノベーションに対して積極的に認証サービスを展開しその普及発展を促すことで海上における環境保全安全性の一層の向上また s g g s でも挙げられている持続可能な開発を支えていくことが選挙協会の役割になるのではないかと考えております。 そこでデジタル技術の活用などによるイノベーションを対象とした認証サービスイノベーションエンドースメントを開始いたしますイノベーションエンドースメントでは船舶ソフトウェアや機器など製品ソリューションおよび製品ソリューションを提供するプロバイダーの分類によりそれぞれの認証サービスを実施いたします選球協会は長年の実績のある技術もしくはその延長線上にある技術については 規およびガイドラインを公表しそれに基づき承認認証サービスを提供してまいりました現在はデジタル変革の進展とともに SDGsESG に適合するための急速な技術革新が進んでおりこの革新と同時に評価基準を構築し承認認証していくことが求められておりますそのためこの両面をカバーするサービスを提供するためスピード重視 評価基準はフロントランナーと共同しつつ策定を方針としております。それでは個々の認証サービスについて紹介いたします。まずは革新的技術を用いた高度な取り組みを行っている船舶を認証するデジタルスマートシップノーテーションを紹介いたします。新たにデジタルスマートシップ略号 DSS を選挙符号に付記することを想定しております。え具体的には DSS ノーテーションに技術革新を採用した船舶の設備や機能に対してそれぞれ復帰を明示する枠組みでありこのサービスにより船舶への革新技術の導入付加価値向上をサポートすることを狙っています複数の記号を復帰可能としており復帰のためには図面審査登録検査そして維持検査を実施する予定ですなおこのノーテーションは環境ノーテーション EA と同じように 選挙維持のための要件とはせず一部の枠組みが維持されない場合は関連記号を修正・削除することで対応していく予定ですまた、例えば自動運行線もいろいろな自立化レベルに分類されるように同様の革新技術に関する取り組みにも様々な機能レベルが考えられますのでそれらのレベル分けも今後行っていく予定としておりますこれらについては、2020年8月末を目標として 関連したガイドラインを公表すべく開発作業を進めておりますこちらはどの洗浄設備に対して付きがつけられるか模式的に表した図となりますすでに登録実績のあるデータロガーなどに加えてデジタル技術を活用して飛躍的な機能向上が見られる機器の異常検知などの機能アプリ群に対して DSS ノーテーションを付記することを考えております こちらが現在 DSS ノーテーションで記号を付与していくための6種類の項目となります例えば次線の運行データを分析しその結果を用いて次公開の燃料消費最適化を行うような機能を搭載していれば DSS EE のノーテーションを付与していくこととなります中段には実際の付記の例をお示しております 例に示すように、選挙符号 NS スターに DSS を付記していくこととなります。また、下段に示すように、遠隔検査準拠といった追加項目の事項も既に検討を始めております。これらの項目については、顧客ニーズや業界の情勢に基づき、柔軟に拡張していく予定です。次に、 二つ目の認証サービスとなるプロダクツソリューションズ認証について紹介いたします。デジタル技術を活用した高度な製品、システム等を認証し、証明書を発行するサービスです。有料な製品やソリューションの普及とさらなる発展を促すことを目的としております。こちらについては、製品の開発会社等がデジタル技術を活用した高度な製品に対して、 第三者機関からの認証を求める機能について、これまでの選挙協会のノウハウを活用して、技術的な妥当性や安全性の観点を加味した上で確認し、証明書を発行していくことを第一弾としております。さらに、同様のソリューション、例えば、機関の状態監視ソリューションなどに対する認証実績や認証ノウハウが集まった段階で、それらを横串を行うことで、 認証の透明性を高めるためにより具体的な評価基準及び評価手順を明文化、公表すべくガイドライン等を開発する予定です。ガイドラインが制定されれば、以後は当該ガイドラインに基づき製品、ソリューションの認証を進めていくことを考えております。3つ目の認証サービスとして、プロバイダー認証を考えております。こちらは船舶へのサービス提供や 製品開発を行っている企業が準拠している開発手順や保守体制などを認証し証明書を発行していくサービスとなりますこちらも有料な製品やソリューションの普及とさらなる発展を促し製品やソリューション選択の際の一つの指針を示すことを目的としております例えば ISO25010 システムおよびソフトウェア製品の品質要求の標準等の手順などの準拠を確認 評価することを考えております今回はイノベーションエンドースメントとして船・製品・企業これらの三つを対象とするサービスを紹介いたしましたさらに革新技術での機能の有無や手法だけでなく顧客の取り組みそのものの認証を将来的に実施していきたいと考えております例として省エネ技術で どの程度の燃費削減効果をもたらしているかやモニタリング技術によりダウンタイムがどの程度削減されたかを認証したりグリーンボンド等で要求される企業の ESG に関する取り組みを認証していくことなどを考えております。これらにはさまざまな評価軸をもとに指標化していく必要があり今後業界の方々のニーズと指標化に向けた協議をさせていただく必要があると考えております。 このようにイノベーションエンドースメントでは先端技術に関する取り組みをフロントランナーと連携してスピーディーかつ積極的に認証し顧客視点のサービスを展開発展させていく所存です簡単ではございますがイノベーションエンドースメントに関する紹介は以上となりますご不明な点は日本海事協会デジタルトランスフォーメーションセンターまでご遠慮なくお問い合わせください日本海事協会は このイノベーションエンドレスメントを通じて開示・海洋ビジネスのさらなる発展に貢献してまいります。本日はご視聴ありがとうございました。